人生にサプライズをまこなりです。ダメですよ、楽して稼げるなんて言葉に引っかかったらすぐね甘い言葉に飛びつく人がいます。楽して稼げると言ってお金を払わせようとする人は全部 100% 詐欺なんで気をつけてください。でも運よく私は違います。今回の動画は決して楽ではありませんけど、凡人のあなたがお金持ちになるための具体的な方法を真剣に教えます。何かを売り込むことはありません。お金持ちに興味がなくても市場価値を高めるという観点で勉強になるはずです。もしあなたが良い大学を出て高年収企業に就職して高い年収をもらっているエリートならもう見ないでください。ちなみに私は全くエリートじゃありません。もう10代の頃から何事もそこまで良くも悪くもないそこそこです。器用で物覚えがいいわけでもないし、運動能力もそこそこでした。リーダー気質はあって性格はね変わっていたと思いますけど、でもそんな人たくさんいますよね。決してね年収マウントを取りたいわけじゃないんですけど、何もやってない人の話を聞きたくもないと思うんで言います。今事実として月3000万円から4000万円は個人の活動だけでも稼いでます。講演の依頼、 PR の依頼は 1,2 時間の稼働で200万から300万円以上はもらいます。ほとんどはお受けできないんでお断りしています。もし将来会社が上場したら少なくとも数十億円から数百億円の株式資産を持つことになるでしょう。世の中的には富裕層の域に入るのではないでしょうか。私は派手な遊び方をするタイプじゃないんで、家も車も時計も持ってないし、服はユニクロですけどね。誤解されないようにね言っておきます。私は年収が人間の価値だなんて全く思っていないし、お金が多いから幸せになったとも思っていません。ただ結果として今のような状況になりました。安易にこのやり方を真似すれば私のようになれるよというつもりはありません。理由は2つあります。1つ目、そもそも私みたいな生き方だけが正解じゃないこと。サラリーマンであっても山奥で自給自足で暮らしていても幸せなら OK です。偉そうにね OK ですとか言うのもね調子に乗んなって感じですよね。2つ目、私と同じやり方をしても必ずしもうまくはいかないこと。時代背景も考え方も全く違います。私はたまたま運が良かっただけかもしれません。来年には全く稼げなくなっていることもあるでしょう。私がどうしてもお金持ちになりたいと思う人にギブできることは1つ、自分なりの正解を導き出す機会を与えることです。どんな物事にもコツというものがあります。お金を稼ぐということにも私はコツ、王道、成功法があると思っています。超具体的にこれをやれば稼げるとは言えないけど、一定の抽象度であれば語れます。今回はお金持ちになるためにこれをやれという話をします。でもそれはあくまで一参考にしてください。私のやり方でみんな金持ちになるんなら全人類ビル・ゲイツになって終了です。とはいえね、このチャンネルの動画を真剣に見ている人なんて日本人口の 0.1% です。1000人に1人だけが見ている情報であれば他の人と差をつける機会になるかもしれませんね。まずお金持ちを目指すのは悪くないよという話をします。私はこれまで幸せに生きよう、毎日で感謝しようみたいな動画をずっと上げてきました。でもね、分かってるんですよ。みんなね、どんな綺麗事を言ったところで結局お金持ちになりたいと思っちゃいますよね。これはね、どうしようもないんですよ。良くも悪くもこの世界はお金を中心に待ってますから。そんな世界、そんな時代に生まれてしまいました。お金をたくさん持っているほど誰かの作ったサービスや商品を得ることができます。高級旅館に泊まれます。美味しいコース料理を食べられます。広い家に住むことができます。できないことができるようになります。 YouTube を開けば、テレビをつければ、豪華絢爛な生活をしている人が目に入ってきます。いいなと思っちゃいます。自分ができないことができる人に対して憧れを持ったり自分に劣等感を感じるのは人間として自然なことですよね。私は安易に人と比べるなという人は私はあんまり好きじゃありません。人間の本能を根本から否定しているのと同じだからです。お金稼ぎは悪いみたいな風潮がありますけど、あれは世の中の大半を占める持たざる者たちが嫉妬してるだけです。お金は道具でしかないんで善悪なんてありません。お金を稼ごうと努力することは何にも悪いことじゃありません。だって年収1億円を目指す人も甲子園を目指す高校球児も何も変わりはないですよね。ただの目標です。人に迷惑をかけない限り目標に善悪なんてないんです。だから私はお金持ちを目指すことを否定しません。私の会社でも過去には年収1000万をどうしても超えたいんで辞めて個人事業主になりますと言って辞めていった人がいました。おお、そうやったらいいじゃんと私は言いました。一回年収1000万円以上になってみればどんなものか分かります。所得税高くて案外お金ないってことにも気づくでしょう。別に年収が高くても仕事が楽しくないと意味ないなってそこで初めて気づくかもしれません。私は大学時代はお金が世の中の全てだと思ってた頃があって、デイトレードに明け暮れて金を稼ごうとして稼ぐために稼ぐ努力をするつまらなさに気づきました。あくまで私の場合はですよ。まあその時に大儲けして大富豪になっていたら全く違う価値観になっていたかもしれませんけど、少なくともまずやってみることで私の価値観は前に進んだんです。それが大事だったんです。あなたがお金持ちになってみたいなともう心から思うんだったら、それはもうねやってみるしかないです。やってみないとわからないことはあります。ただ終わりのない欲望のブラックホールには入らないようにしてくださいね。
ではここからは凡人がお金持ちになる方法について話します。ここで言うお金持ちとは、そうですね、一旦年間2000万以上稼げるようになるという定義にしておきましょう。凡人がお金持ちになる方法は2つしかありません。起業家になる、投資家になる、2択です。あなたが何としても成り上がってやるんだと思うなら、この2つのどちらかを選ぶことになります。一応ね、それ以外は存在するんですよ。まずエリートコース、外資系の高年収の企業に入る、大企業の部長に上り詰める、 Google、Facebook に入社してエンジニアマネージャーになれば2000万円以上もらえます。でもね、この選択肢は難しいです。挨拶代わりに東大、ハーバードと言ってくる世界です。秀才、エリートの世界です。エリートは諦めたとしても他の方法もあります。日本を代表するアイドルになる、大人気のミュージシャンになる、ベストセラー作家になる、登録者100万人の YouTuber になる。これまたね、難しい道です。なんせね、目指す人が多すぎる。再現性がないし、当たるか当たらないか運ゲー感が半端ないです。まずあなたが前提知識として理解しておくべきことは、今の資本主義、貨幣経済の社会においてお金を増やしたいなら、間違いなく投資家が最強だと頂点にいるということです。まずこの事実を認めることから始めないといけません。投資家が一番人生幸せではないですからね。お金を増やしたいんであれば最強と言いたいんです。私がこのことを認識したのは今から12年前、18歳の頃に金持ち父さん、貧乏父さんを読んだ時です。この本に影響された人めちゃくちゃ多いですね。これまで紹介していた人をたくさん見ました。ちょっとね、怪しい感じのビジネスをやってる人もよく引用として使うんで、ちょっとうさんくさい感あるんですけど、ちょっと前にも金持ち父さんの会社が潰れたみたいなことがニュースになってました。ただまあね、内容は本当に極めて正論だと思ってます。事実、Amazon の本の評価もめっちゃ高いです。まだ読んでいない人はね、概要欄のリンクから今すぐポチってください。読んでおいて損はないです。この本の内容を1秒で要約するなら、投資家になれなんですよ。貧乏人は労働でお金を稼ぐ、お金持ちは投資してお金にお金を稼がせる。例えば上場会社に勤める営業マン、朝から晩までテレアポして商談して一生懸命働いて売り上げを上げます。懸命に働いて先月の倍売ったとしても給料は倍にはなりません。朝から晩まで一生懸命働いても給料は基本固定です。サラリーマンが一生懸命働いている間、その上場企業に投資した投資家は何をやっているでしょうか？何もやってません。ソファーでハイボール飲みながらネットフリックス見てます。サラリーマンが一生懸命働いて会社に利益をもたらしてくれたら、投資家は何もせず、労働せず、配当や売却益を得ることができます。もちろんね、逆に損することもありますよ。でも投資家は分散して投資をしているんで、一つの株の銘柄がダメになったところで人生が終わるようなダメージを受けることはありません。受ける人がいるとしたら三流です。一つダメでも他の投資先がうまくいけばいいんです。一方、サラリーマンが自分の会社がダメになったらどうなるでしょうか？給料が下がってリストラされることもあります。何年も何十年も懸命に働いていても関係ありません。別にね、クビにする経営者が悪いわけじゃないんですよ。むしろ業績が悪化した時に経費を削減するのは当たり前です。そもそも業績を悪化させなければいいという話がありますけど、企業というのは長期的には伸びても短期的にはどうしても浮き沈みがあります。部分最適もあります。この事業は伸びているけど、この事業は赤字だから解散させようと、そういう意思決定をすることはよくあります。今回の新型コロナウイルスのようなイレギュラーな世界的危機も起きます。こういう危機が起きた時に投資家は、あ、コロナやばそうだから投資先切り替えようと判断してポチッとやれば終わりですけど、サラリーマンは会社がやばくなったら転職して新しく仕事を覚えてゼロから頑張らないと環境変化に対応できません。ベストセラーになった21世紀の資本という本でも、投資家はめっちゃ有利でこれからどんどん資産を増やしていく、労働者との格差はこれからどんどん開いていくよということが書かれています。だから私のようなお金を持っている人からがっつりしっかり税金を取って富の再分配をせよと書かれています。賛成です。ただしね、難しいのはルールを決める側にいる人は皆資本家だということです。果たして自分たちの首を絞めるようなことをどこまで決断できるでしょうか？ここまでね、なんだかサラリーマンディスりみたいになっていますけど、いま一度言いますよ。労働者か投資家かというのは人間として偉いとか偉くないとか、そういう優劣ではないんですよ。生き方の正解でもありません。あなたが今自分の仕事に満足していて幸せなら、サラリーマンダメなのかななんて思う必要全くないです。私はあくまでね、資本主義社会、貨幣経済においては投資家が圧倒的に有利な立場にあるよっていう事実をお伝えしたかったんです。もし単純にお金を増やしたいんだったら、最後は投資家になるのが一番です。おお、なるほど、投資家になればいいのか、じゃあ投資をやろう、投資の勉強をしようと思った時に、みんなこう思うでしょう。いや、投資するって言っても元でないし種銭がないよと、そんな簡単に投資が開始できるなら苦労はしないよと、私は18歳の頃そう思いました。この時に取れる方法は次のようなものがあります。コツコツ給料を貯金して貯める、超少額で投資を始める、借金する。まず1つ目、コツコツ給料を貯金して貯める。給料が高いわけでもないのにお金を貯めるのは時間がかかりますよね。節約
躍してケチ生活して1年でいくら貯められるでしょうか。年収300万円で貯金をどんなに頑張っても30万円から50万円くらいが限界じゃないでしょうか。投資をするんだったら最低1000万円は欲しいところです。長い道のりになります。超少額で投資を始める大学生の頃、私はこれを選びました。というかね、これしかなかったんですよ。勉強のために超少額でレバレッジとかかけずにやるならおすすめですけど、儲けてやろうっていうんだったらね、おすすめできません。勉強したての個人投資家が短期間で簡単にお金を増やせるんだったら苦労はしません。人類全員ウォーレン・バフェットです。人間ってのは普通に投資をやると利益極小、損失極大の意思決定をしてしまう性質があります。儲かってる時は早く利益を確定して、損失が出た時はまだ大丈夫だと傷を広げます。貯金がない状態でやると損した時にカッとなって全貯金をかけてオールインをするとか、そんな愚かなことをやりがちです。自分はやらないと思っても本当にやっちゃうんですよ。オールインはね、もうただのギャンブルです。絶対にやってはいけないことです。 FX で元で1万円から1000万円に増やしたみたいな広告がありますけど、ほぼ詐欺まがいだと思ってます。そんなことがみんなできるんだったら苦労はしないですよね。冷静に考えたらわかるはずです。3つ目、借金をする。最後の借金はね、もうやめておきましょう。そもそも担保もなくて投資のために貸してくれる人なんていないですよ。銀行に行って言ってみてください。僕株始めるんでお金貸してください。門前払いされます。あなたの親がお金持ちで返さなくてもいいからやってみると、そういう感じなら借金してもいいかもしれませんね。貯金も少額投資も借金もダメってなったらどうすんだよって思いますよね。まず大前提として、為替があったとして投資で儲けられるわけじゃないんですけどね。私の友人はお金あったんですけど勢いで投資を始めて数千万円の損を出しています。甘くはないんですよ。コツコツと勉強を続けないといけません。ちょっとここまでね、投資家がいい投資家がいいと言ってきましたけど、短期売買で儲けようとするデイトレーダーのような人と長期投資でじっくり投資しようとする人はだいぶね、性質が違います。まあそれはね、短期で一攫千金できた方がみんな嬉しいからデイトレーダーとかやろうとするんですけど、短期で儲けようとするのは並大抵のことじゃないです。不可能とは言いませんけど、めちゃくちゃ勉強しても場数を踏んでやっとできるかできないかって感じです。基本的に素人に毛が生えた程度の人が楽して短期投資で一攫千金は不可能だと思ってください。できるという人がいたら詐欺師です。やはり王道は長期投資です。投資の神様ウォーレン・バフェットさんも長期投資で成功しています。もう答えは出てます。長期でやると何がいいのかっていうと、変数が1個減るんですよ。株式投資でいうと、株価というのはざっくり企業が生み出す利益かける将来への期待値という2つの掛け算で決まってます。企業が生み出す利益っていうのは、誰が見てもね同じですけど、将来への期待値はみんな違うんですよ。だから難しい。単純に利益だけで決まるなら簡単なんですけどね、期待値という人間の極めて主体的なものが入っています。期待値がめちゃくちゃ高いと、赤字の売上10億円のベンチャーとかが時価総額1000億円以上になったりします。逆にめちゃくちゃ健全な利益を出しているのに成長が鈍化したり、大手が参入したみたいなニュースが流れた時に株価がガクーンと下がることもあります。人の感情が関わってるんです。長期投資をすると人間の一喜一憂で生まれる細かい値動きを意識する必要がなくなります。なくなるというか減ります。企業が着実に利益を出して成長を続ければ株価は必ず追いついてくるからです。つまり長期投資を成功させるには、その会社は本当に長きにわたって成長して健全な利益を出し続けられるのか、今の株価は割安なのか、この2点を見極めるだけで良くなります。だけで良くなるというね、簡単な言い方しちゃいましたけど、少なくとも短期売買よりはシンプルに考えられることは間違いないでしょう。私は最終的に投資家を目指すとしたら、安全資金の範囲内で3年から5年以上のスパンで投資する投資家を目指す方がいいんじゃないかなと思ってる派です。私は短期売買は絶対にやりません。大学生の時に散々やってもう自分には無理だと悟りました。ではどうやって投資資金を貯めるのかという話に戻します。結論、自分でビジネスを作るのが一番いいです。起業家になれということです。それ以外に一気に稼ぐ方法ないと思うんですよね。ここでビジネスはこれをやってねと超具体的に言えたらいいんですけど、それができればみんなマーク・ザッカーバーグです。自分の頭で考えてみんながやっていないチャンスを見つけるからこそ価値があるんですよ。ちなみに成功しやすいビジネスの原則は、10年以上前に堀江貴文さんが提唱しているこれです。今も全く変わっていないと思います。少資本で始められる、在庫がない、利益率が高い、毎月定期収入が確保できる。私がやっている月額情報サービスインサイドストーリーズとかは完全に当てはまります。プログラミング教育事業テックキャンプは定期会員もねいるんですけど、短期集中が主体なんで定期収入には完全に当てはまりません。そもそも私は人生を変えるような機会を作りたい、それによって幸せに生きる人を増やしたいっていうのが根底にあるんで、お金を増やすためだけにやってるわけじゃないです。それはね、言い訳にするつもりではなくて、もちろんビジネスとして成立させることは大切なんで、先ほどの項目は常に意識はしています。脱線しますけど、そもそもね、
教育授業で月額課金って矛盾してるんですよ。いつまでも課金させるってことはある意味学んでない受講生が身についていないってことなんで、良質な教育を提供すればいつか終わりが来ます。自立を促すのが本当の教育なんで、お金を払わなくてもいい状態にするのが本当に良い教育事業者だと私は思ってます。では次に金の鉱脈を見つける方法という話をしていくんですけど、ここでお知らせです。先ほども紹介した YouTube で語れない価値ある話を配信するまこだりインサイドストーリーズが好評配信中です。今なら1週間無料で見れます。ぜひ概要欄のリンクから覗いてみてください。では次に金の鉱脈を見つける方法という話をします。先ほど言った堀江貴文さんの提唱する4原則、確かにね、間違いのない法則であるものの、みんなそういったビジネスにうまみがあると分かってるんで競合も多くなります。そうできればいいって分かっているけど、簡単にできれば苦労はしねえシリーズです。私が思う一番望ましいビジネスの立ち上げは、私が知らないような業界の問題をあなたが知っていて、その問題をソフトウェアのツールを作ることで解決できることです。ソフトウェアのツールというのはウェブサービスやアプリのことです。例えば超適当に言いますけど、ケーキ屋さんでいつもケーキが大量に売れ残って捨ててもったいないと、そんな時に Uber Eats や出前館とかチョンピーとかそういうデリバリーサービスで安く売りたいけど手間がかかって大変でやれていないと、こういう問題があった時に複数のデリバリーサービスにまとめて出品できるウェブサービスやアプリがあったらどうでしょうか。もし導入することで月に10万円以上売り上げが上がるとしたら、月額1万円でも使ってもらえるかもしれません。売った量に応じて課金でもいいかもしれませんね。こういうね、費用対効果が明快なサービスはめちゃくちゃ売れやすいです。まだまだ世の中にはアナログなルーティン作業が大量に残されてます。そこをソフトウェアを作ることで解決することができれば、もしかしたら巨大なビジネスになるかもしれませんよ。だからこれは私のような大学生の時に起業してどっぷりテクノロジーの世界でビジネスをやってきた人よりも、アナログな業界で働いている人の方がチャンスが大きいんじゃないかなと思ってます。テクノロジーについて明るくないと無理ですけどね。一般消費者向けよりも事業者向けの方がおすすめです。事業者は費用対効果が明快なら買ってくれるからです。一般消費者って何かこう月額サービスを使ったからといって確実に給料が上がるとかお金がもらえるとか、そういうことって無理じゃないですか。だからお金を払っていただく難易度は高いんですよ。逆にね、それが実現できたら巨額の売り上げにはなるんですけどね。 YouTube とか食べログとか Netflix とかはそうですね。ソフトウェアで解決できる問題はないか、これはね、あなたがずっと考え続ける価値がある金の鉱脈を見つける問いです。私も常に考えています。でもこれもね、簡単に見つかればみんなジェフ・ペゾスです。簡単ではないんですが、常に頭の片隅には置いておきましょう。プログラミングやデザインを勉強してテクノロジーに明るくなっておいてもいいかもしれませんね。ぜひチェックキャンプへ。最低限プロゲートをやっておきましょう。ソフトウェアで解決できる問題が見つからない場合、次のことをやってください。これが一番現実的かもしれません。何をやるかというと、ややニッチなスキルを極めて商品化してノウハウを売ることです。手順を教えます。 2,3 年これから伸びそうなスキルを磨く。ややニッチなスキルに特化して専門家になる。 SNS で価値ある発信を続ける。月額サロン、ハウツー有料動画、月額マガジンなどで売る。まず 2,3 年これから伸びそうなスキルを磨きましょう。まず最初に大前提を言っておきます。商品にできるようなハウツーや知見を身につけるには少なくとも 2,3 年はかかります。私もプログラミングスクールを始める2014年の前に2年半はプログラミングを1日16時間休みなく没頭してやりました。毎日技術書を読んでネットの記事を見て勉強しました。今何かスキルを身につけるんだったら、ベタなものであればプログラミング、デザイン、動画編集などでしょうか。このあたりの需要はまだ高まり続けると思います。なんだかんだね、みんなやらないんですよ。こういうものをまず一旦やってみるのはありです。決して楽ではないですけどね。仕事だけじゃなくて趣味領域もありです。例えばキャンプみたいなアウトドア体験は今後需要は高まりそうです。好きな人は専門家レベルに詳しくなっておくとビジネスにつながるかもしれません。次にニッチなスキルを極めましょう。最終的にはノウハウ、ハウツー、体験を売ることがゴールです。あまり大きすぎる市場を真正面から挑んでいくと売るのが厳しくなります。例えばプログラミングの学び方を売ろうと思ってもやってる人が多すぎます。だからややニッチなスキルを磨くといいです。例えば私がプログラミング領域で後発でやるんだったら、一つのツールや言語を極めますね。例えばプログラミング世界でいうと Git というゲームでいうところのセーブポイントみたいな役割を果たすツールがあります。エンジニアであれば 100% 毎日使います。これね、結構きちんと理解しようとするとややこしいんですよね。この Git を鬼のように勉強して世界一圧倒的分かりやすく解説できるようになっておくといいかもしれません。次、 SNS で価値ある情報を発信する。これはもうね、今の時代当たり前っちゃ当たり前なんですよね。とにかく価値ある情報を配信し続けてください。お腹すいたとか言わなくていいです。
あなたのお客さんになりそうな人にとって価値ある情報だけを配信しましょう。次4つ目、有料教材、月額マガジン、月額サロンなどで売る。最後は商品化しましょう。不労所得を得るんです。もうこれができるレベルまでいけたら価値確定みたいなところがあります。これができる人はもうやってると思うんで、あまり詳しくは語りません。単品の有料教材みたいなものが一番ハードル低いですね。新 R25 というメディアの編集長の渡辺さんが、記事のタイトルは2つの意識を持つだけで劇的に良くなるという結論に行き着いたと、そういった記事を700円で売ってます。こういうのすごくいいなと思います。私は1年以上前に買ったんですけど、買ってよかったなと本当に思いました。これもヒット記事を生み出した編集長という実績があるからできるんですよね。専門家なんで、やはりまずは数年かけて何かしらの専門家になるのが一番です。将来自分がどんなビジネスをやるのか分かんないと思います。将来何をやるか分かんなくても、とにかくね、伸びてる業界、伸びてる会社、伸びてる需要に関連した何かをした方がいいですね。その方が格段にチャンスが見つけやすいです。何かしらの専門家になることもできないんだったら、はっきり言ってね、お金持ちになるなんて無理です。宝くじ買って毎日祈ってください。まずは伸びている領域に飛び込んで専門家になって自分のビジネスを作りましょう。そしてお金を貯めれば、余裕資金で長期投資を開始することもできます。例えば安定運用したとしても、資産が5000万円あれば利率 5% で年間250万円寝てても入ってきます。しかもそれは複利で増えていくんです。そのような状態を目指すことがお金持ちへの最短距離です。ということで、今回は凡人がお金持ちになるための具体的な方法についてお伝えしてきました。自分としてはかなり王道な話をしてきたと思っています。かなり長い動画になったんで、最後に今日の話を復習していきましょう。復習の前にお知らせです。途中でも紹介しましたが、私は日本最大級のプログラミングスクール、テックキャンプを運営しています。未経験からプロのエンジニアになって確実にスキルを身につけたい方、ぜひ無料カウンセリングに参加してください。あとはね、いつも私の動画を見てくださっているにもかかわらず、まだチャンネル登録しない方、忘れずにチャンネル登録お願いします。では今日の話を復習していきましょう。今回はどうやってお金持ちになるのかっていう話をしてきました。まず、楽して稼げるからお金を払えっていう話はね、 100% 詐欺なんで気をつけてくださいね。凡人がお金持ちになるためには、投資家になる、起業家になる、このどちらかしかありません。単純にお金を増やしたいだけなら投資家になるのが一番です。巨額の資産を作りたいんだったら、スタートアップを起こして創業経営者になるのが一番いいですね。てかそれしかないです。世界の資産ランキングはほとんど創業経営者ですから、まとまった投資資金を貯める方法として自分のビジネスを作り出すのが一番いいという話をしました。最高のビジネスの作り方は、ソフトウェアで解決できる問題を見つけてツールを作ることです。ただそれはなかなか難しいんで、現実的にはややニッチなスキルを極めて商品化してノウハウを売っていきましょう。自分のビジネスを作ってお金を貯めて余裕資金で投資を開始しましょう。ただ最後に言っておくと、お金に執着しすぎると不幸になりますからね。お金がない自分の人生はダメだと自己否定しすぎないようにしてください。ということで、今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。このチャンネルは人生にサプライズをテーマに、皆さんの人生を変える機会になる動画を上げています。これからも一生懸命動画を上げていきますので、よろしくお願いします。もしこの動画が面白かった、良かったと思ってくださった方は、高評価コメントをしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。